もしもし、中道通りを右だな。わかった、頼んだぜ。なんだよ。わかった。すぐに行く。せろ。こいつやべえ。ち、行くぞ。ありがとうございます、兄貴。おう。
のせいか。東は公園前通りのゲーセンに入ってった。心当たりは？ゲーセン？ああ、シャルルって看板が出てる。昔俺が組から任されてた店だ。今はあいつがやってるってことか。ヤクザのやってるゲーセン？実は裏カジノとか？いや、たまにヤバい取引の場所に使ってたがよ。普段はガキでも入れる普通のゲーセンだ。分かった、なら俺も行けるところまで行ってみる。おう、ちょっと待てよ。え？そこまで広い店じゃねえんだ。店入る前に変装してった方がいい。なるほど、変装か。分かった。100円飲まれちゃったんですけど。後にしろ、今仕事の話中だ。え、でも。うるせえ、あっち行け。いって。悪かったな。よかったらこれで遊んでってくれ。いいの？ありがとう。おい、何やってんだ。そこは入るな。入んなっつったろ、てめえ。
妙な野郎が。八神、てめえ俺をつけたな。つか、なんて格好してやがる。まあそこはそっとしといてくれ。何のつもりだ、何しに来た。海藤さんがお前を心配しててね。心配だと？自分を慕ってた射程がすっかり別人みたいだってな。悪い顔になったか。当たり前だ、俺はな、極道なんだよ。いや、悪ぶってるだけだろ。はあ？さっきお前が子供に見せてた顔、見覚えがあるよ。やっぱり根っこは変わってない。海藤さんを兄貴って呼んでた頃から何もな。なら確かめてみるか。もっと喧嘩はもういいって。どうしてもって言うならすぐに出てくよ。腰抜けが相変わらずだ。俺らが最後に会ったのはもう1年前か。海藤さんが破門にされた日、あの時お前は泣いてたよな。ヤクザの金庫が強盗に襲われる、そんなまさかがあるなんて普通は考えない。その日事務所の当番だった海藤さんもそうだ。取られた組の金は1億。さすがの海藤さんもいきなり銃を突きつけられちゃどうしようもなかった。てめえら何やってんだ。責任者にけじめつけさせてるとこです。親父、指で済む話じゃねえだろ。それで俺の金が戻んのか。いえ、ですがけじめですんで、やらねえことには示しがつきません。じゃあその指一本で1億ですか。ダボ、なんでお前が。俺と一緒だったんでな。何やってんだよお前。1億の小指だろ、落とす前によーく見とこうと思って。うるせえ。笑えるだろターボ。でも頭、取られたのは1億ですよ。それが指一本で済むんですか。こいつはとりあえずのけじめだ。とりあえず。じゃあまだ他にも何か。当然よ、海藤は。今日限り破門だ。そんな、海藤の兄貴が。親父、俺は泣き入れて済む額じゃねえ。親父もお分かりですよね、こうするほかねえって。この件はもう本家の耳にも入ってますんで。本家に？ずいぶん手回しがいいな。ありがとうございます。じゃあ海藤さんは本当に。仕方ねえ、破門だ。今この時、この瞬間から。そうだ。なら指詰めんのはなしだ、海藤さん。あ？何勝手なこと言ってんだてめえ。指詰めんのは極道のけじめのつけ方でしょ。でももう海藤さん仇ですから。部外者は引っ込んでろ。組長が海藤さんを仇だとそう言ってんですよ、頭。
サボ、いらねえことすんな。怪盗さん、こいつは男のけじめだ。俺はもうとっくに腹くくってんだよ。よせ怪盗、もうてめえは子分でもなんでもねえ。俺は仇の小指なんざ受け取る気はねえぞ。お、親父。あの時、親父は兄貴を助けたくてお前を連れてきたんだろう。だがもうあの状況だ。波紋は避けようがなかった。それで、お前はできる限りの弁護をしたってわけだ。おかげで頭にはずっと目つけられてるよ。でも、お前はうまいことやったな、東。頭に取り入って出世したか。このゲーセンも前は海藤さんが仕切ってたって。てめえに何がわかる。今の松金組は全部頭が牛耳ってんだよ。海藤の兄貴がいなくなって、親父は少しずつ勢力を崩されてった。兄貴さえ組に残ってりゃこうはなってる。お前はそれを見てただけか。頭が組を乗っ取ってる間ずっとたった一人で何ができんだよ。言うはやすしだ。そうだな。そういえば松金組から取られた1億、あれどうなった？ああ、金は戻らずじまいに。犯人も逃げたきりか。うるせえ、てめえには関係ねえだろ。だよな。